兄弟です。よろしくお願いします。僕たちこう見えて双子なんですけども、うん、昔特撮ヒーローをやっていてよく間違えられるんですよね。そうなんですよね、うん、はい、僕、1995年重工 B ファイターで主役を演じていました兄大輔です。僕が1993年五星戦隊ダイレンジャーで主役を演じていました弟の圭介です。僕の方が少しだけ俳優デビューが早いんですよね。そうなんですよ。早くデビューして遅く生まれたのが弟で、遅くデビューして早く生まれたのが兄貴と覚えてくださいね。ややこしいよ、メタルヒーローと戦隊ヒーローで覚えて帰ってくださいでいいじゃない。双子の方向性が違うことだけでも覚えて帰ってくださいね。いや、そういうことでもないから、でもですね、芸能界デビューは大輔の方が早かったんです。92年のジュノンスーパーボーイコンテスト準グランプリ取ってモデルやってたんですよ。すごくないですか。そんな大したことでは、まあ、応募したのは僕なんですけどね。変な嘘をつくな。お姉ちゃんが勝手に書類を送っちゃったみたいのを俺たちがやるとややこしいんだよ。なんで。だから、うん、本当はお前が書類を送ったんだけど俺が勝手にオーディション行っちゃったみたいに思われちゃうじゃない。今だから明かされる衝撃の事実。嘘を言うな。僕ちゃんと自分で書類を送って準グランプリ取りましたから。僕が言ったらグランプリ取ってますけどね。そんなことないだろう。まあですよ、ね、でもですよ、うん、こうやって双子でヒーローをやらせてもらってるっていうのは本当にありがたいことなんですよね。本当ありがたいですよね。まあ半生を振り返っていろいろトークする番組やってみたいですよね。やってみたいですね、うん、その時にはねお願いがあるんです。何。俺の再現ビデオを大輔に演じてもらいたいわけ。は。いや、だから俺の再現ビデオを大輔が演じて大輔の再現ビデオを俺が演じるから。わけわかんないよ。じゃあ試しに俺の再現ビデオを大輔の再現ビデオ俺が演じるから、うん、大輔はちょっと自分のナレーションやってみて。おー、分かった、うん、芸能界デビューは兄大輔が先だった。1992年ジュノンスーパーボーイコンテストで準グランプリを受賞。ありがとうございます。この喜びを誰に。そうですね、弟に。僕双子の弟がいるんですよ。かっこよくてイケメンで爽やかで、今回応募してくれたのも弟なんですよ。過去を勝手に作るなよ。まあ受けたらよくね。よくないよ。まあそこは双子の違いってことでもういいよ。どうもありがとうございました。